行きます、ようこそ三浦公園の部屋へと、いうことで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。昨日はですね、まさきと佐野と、まあ、動画別の撮影もさせていただきましたし、あとは生配信ライブ、たくさんの方に見ていただきありがとうございました。ね、優勝校予想、僕あんま好きじゃないんですけど、やっぱ彼らとかになると、聞きたいという感じなので、まあそちらも、合わせて楽しみにしてください。まあまた変わりますけどね、しょっちゅう。なの分かれば、苦労、誰も苦労しねえよって話なんですが。ですね、今日はまた花園の話なんですけれども、まあ全部の山詳しく説明させていただきました。もう、レポートを取材してくれた方がもう本当に丁寧に書いてくれたんで、逆にそれは動画にして皆様にお届けしたいなと、いうことで、お届けさせていただいたんですが、まあ、結局すげえ山の数ですし、すげえ数なので、まあ、これ、全部の動画をチェックする時間がない方へなんて書きましたけれども、なんとなく、今年の第100回の花園の、まあ、楽しみ方の概略っていうか、まあ、大きくな流れはこんな感じだよというところをですね、ダイジェスト版的な、過去の動画のダイジェスト版的な立ち位置で、なんか一本撮りたいなと思いました。で、そこで、その YouTube メンバーがですね、勝手に番付を発表してます。横綱、大関とか、関脇とか。で、それもですね、僕らの、勝手な、予想なんで、ね、多分、ラグビーマガジン社がまた出す時とかも、多分、あれですよね、なんか強さとか、なんか、やりますよね。まあ、そういう感じで、僕らそこまで一般人なんですが、一応、こういう目安があった方が、皆さんもより高校ラグビー楽しめるかなと思うので、まあ、お楽しみいただければなと思います。お付き合いいただければなと。幸いですと。ああいうことで、よろしくお願いします。で、ちょっと繰り返しになるところもありますが、各チームの地区大会決勝や、ここ最近の練習試合ね、情報が入ってくるじゃないですか。で、そこを加味してですね、分析させていただきました。で、これはもう花園の詳しい方はお約束だと思うんですけど、桐蔭五世はですね、この時期、かなり情報を遮断するんですよね。だから、あんまり練習試合とかも多分しない方向で行くのかなっていう感じがあってですね、蓋開けてみたらびっくりみたいなのがよくあるので、そこは当然僕らもわかんないんで、他のチーム以上に、アバウトになるのはご了承ください。あくまでも僕らの独断と偏見の予想分析としてお楽しみいただければなと思います。ということで、今年も花園を楽しみまくりましょうぜと。ああいうことで、参りましょう。いきなり番付発表します。ダーン!じゃじゃんと。で、もう、本当は成功到底な状況じゃないですか。なんですけど、なんか最近本当東も頑張ってましてですね、もう西と東で思いっきり分けようということにしました。で、西は横綱が2人、東福岡と東海大大阪行政と。で、もうここは、すいません。私たち、チャレンジしてます。横綱は桐蔭じゃなくてですね、国土地にさせていただきました。そのくらい、本当に完成度が今、本当に国土地高いと思うので、僕らとしてもおすすめのチームです。僕も相当おすすめしてます。で、大関が、これまたノーシードの報徳を入れてるあたり、僕らは攻めてるんですけど、ちょっと後でエビデンスはお伝えします。で、大阪桐蔭と。で、関東の方は桐蔭と久我山と。いう形にさせていただきました。で、関脇が、西が五世治水館の、東が琉球大柏と目黒学院と。で、小結びに上昇学園と北洋大ということで、で、東が春日が丘の札幌山の手と。で、前頭に、京都青少大分舞鶴佐賀工業倉敷。で、仙台育英、名家青森山田秋田工業と。ああいうあたりがですね、すいません。僕らみたいに全試合見れない方も多いと思うんで、なんとなくこの目安としてですね、ここら辺のチームの試合は楽しいよと。もちろん、ノーシードコーンの戦いも楽しいんで、もうこの2年間全試合見てる三浦だから今年もそうするんですけど、まあね、僕みたいに、バカみたいには全試合見る方っていうものが少ないと思うんで、まあ一応一つの見る判断基準として、僕らとしてこういう番付をさせていただきましたと。いやー、結構攻めだなー。ああいうことで、じゃあそれぞれ、要点をまとめております。
やっぱり横綱はこの3校にが僕らはいいかなと思ってますね。失礼しました。で、これがもう単純に東福岡が今年唯一公式戦で負けた相手が東海大大阪仰星と対セブンズですね。で、その東海大大阪仰星が今年唯一公式戦で負けた相手が東福岡っていうのは、もう単純に明快かなと。もちろん春調子良くて秋調子悪いっていうのはあるかもしれないですけど、やっぱりちゃんとした公式戦の結果をもとに分析させてもらってますっていうのと、過去2年での花園経験っていうのも加味すると、やっぱここが妥当かなと。で、ちょっと国土地は一回置いといてですね、西の横綱の東とやっぱ大阪行政が頭一つ抜けてんなっていう風にして、この大会は見ていただきたいなと思います。僕ら的には。で、そのもう一つのエビデンスとしてね、ですね、両チームの主力メンバーの多くは、両チームっていうのは東と大阪行政ですね。多くが中学3年の時にですね、全国優勝を経験しているなど、経験値もかなり高く、なんだかんだでこの2校が鉄板だと思います。で、これちょっと字ちっちゃくしたんですけど、一応行政は花園というホームアドバンテージがあるのもプラスで、逆に東福岡はアウェイというマイナスって書いたんですが、なんかこれ東とかもホームアンダーウェイとか関係ないし、のような気もするんですけどね。ただ一応やっぱり今回無観客じゃないですしね、声援の後押しとかも考えると、まあ少しは加味すべきところかなというところなんで、ポイントとして挙げさせていただきました。で、何なんだよ、遠いんじゃねえのかよと、ああいうことなんですけれども、やっぱそこは関東チャンピオンの称号を持つ国土地っていうことと、その後の一応情報とかでも本当に完成度が上がってるっていう感じが僕ら的にはします。ベスト4に行ってないなんていうのが信じられないっていう状況ぐらい、今年は本当出来がいいかなって思ってます。ただこの勝負弱ささえ克服できれば、悲願のベスト4かそれ以上狙える戦力があるんですけど、まあこの勝負弱さっていうところが結構何かと国土地って言われるんですけど、まあそこが一番大事なところだと思うんですが、今年はそこを克服していくんじゃねえかなと。いうことで、東の横綱はですね、今年は、我々 YouTube チームはですね、遠いんじゃなくて国土地でお願いしたいなと、思います。で、東院久我山流刑まではそれほど実力者はないような気がしますが、あえて横綱を選ぶというふうにした場合はですね、チームの完成度とバランスの良さという点で、東院久我山流刑よりも、現時点で、国土地の方が上かなと。で、逆にこれがひっくり返ったら、ひっくり返ったらそれは楽しみかなという気はします。じゃあ参りますね。大関はこの4つですね。報徳、大阪桐蔭、桐蔭、久我山と。おい、報徳はお前ノーシード校じゃねえかっていうことなんですが、ちょっとですね、これ何回かチラチラ話してるんですけど、半端ないですよね、ここ数、練習試合とはいえ、やっぱこれはもう特筆すべきことかなと思います。今のチーム状態はもはや B シードを超えて A シード級のノーシードという前代未聞のレベルに達してんじゃないかなっていうのが我々の分析でございます。練習試合とはいえ、ここ1、2ヶ月の戦績はものすごく、とにかく得点力が半端ないと。で、全国で今最も勢いがあることを加味してこの位置に設定させていただきました。なので、本当に高得は、要チェックです。沢木さんチェックとかでも山村くんとかが入ってたり、他にも、もうバックスがもう本当にスタークラスが何人いるんだっていう話なんですけど、で、その懸念されてたフォワードも相当伸びてるっていうのも聞いてるんで、もうこれはですね、相当要チェックかなと思います。で、桐蔭は冒頭にもお伝えしましたが、情報ないんですよ、この時期。なんですが、やっぱりその藤原マジックですよね。藤原さんがやっぱ絶対仕上げてくると思うし、花園ブーストがかかれば、もちろん東の横綱なんですが、まあ現時点ですね、情報がないこともあって。で、矢崎頼みと揶揄される攻撃を、裏を返せば、彼が突出しているがため、一人で局面を打破できるのも事実じゃないですか。だから競ったゲームのとか、苦しい時に彼ほど心強い存在、相手にとっては脅威ですよね。は全国見合わせてもいないので、この位置づけにということでございます。まあちょっと、
本当は僕的には、党員はやっぱり AC 旅行ですし、過去の成績もありますから、横綱でもいいのではないかなと思うんですけれども、まあ、そこはでも冷静に、まあ、そうなってくると本当に感覚で、番付したってことになると思うんで、あくまでも、入ってきてる情報を整理したということで、ご理解いただければなと思います。で、もう二つ、もう二つですね。すいません。もう大きくて速いランナーを揃っている国学院久我山は迫力があり、一見派手なチームに見えるが、正直言うと、国土地や桐蔭学よりもやや下だと思います。完成度的に。うん。なんですが、当然、まあ、久しぶりの花園ということで鼻息荒いのもわかるんですが、それがですね、上位校の中で唯一過去3年間花園経験が全くないのは少なからずマイナス要素になると、さすがに思いますね。いくら伝統校とはいえ、やっぱ誰一人選手は経験してないっていうのは、なんていうんですかね、大学選手権見ていただいた方、お分かりだと思うんですけど、近大と慶応、人によってはやっぱ近大の方がチーム力上だったっていうところはある。いう方も多いと思いますし、僕もそう実は思うんですよね。なんだけど、やっぱり蓋を開けてみたら、慶応が試合巧者で勝ったっていうところもあるので、まあ、久我山が飲まれなきゃいいなという形がしてます。だけど、相当、その無料で見れる花園ナビでも相当特集されて期待されてますし、チームもいい感じなんですが、こういう懸念材料があるということを、加味した上で応援していただければなと思います。で、大阪桐蔭はもう一言で言うとですね、フォワード、例年に比べてバックスに、まあ、いるんですよ、そりゃ。だけど、もちろん、大阪行政とか、東福岡と比較しての話になってくるんで、だから当然大関にいることなんですけど、じゃあなんで、横綱じゃねえんだってことを考えると、東とか大阪行政に比べると、若干、フォワードは大丈夫なんだけれども、バックスにちょっと不安が残るかなと。ロースコアが予想されるベスト16以降での戦いの中で、その局面をどう打破するかと。いうところなので、まあでもそれでも当然大関ではあります。だから、久我山としてはそういう不安があるし、大阪桐蔭としては、ちょっとバックスの覚醒が生まれれば横綱になるし、ちょっと報徳が鼻息荒えぞということと、桐蔭は、まあ、不気味な存在ですが、現時点では、大関にさせてくださいっていうことでございます。じゃあ、関脇参りましょう。シンプルに、まあ、五世はとにかく花園に照準を合わせる達人、武田監督の存在が大きく、さらなる伸びに期待ということですね。もう本当不気味ですからね。でも本当仕上げてきますから。でも、やっぱり大関横綱に比べたら現時点ではここかなと言わざるを得ないかなと思います。で、治水館はもう本当に結果出してるんですよね。なんですけど、なんか僕的に言うと優等生って言葉がすごいぴったりで、東福岡の試合とかで、去年で言うとですね、優等生って、まあ、ああいう試合で結構脆さが出てくるところあるんで、なんかもう少し、悪い感じになってもいいかななんて思いますが、まあ大きな弱点はないが、総合力って言い方はいいですけど、なんか特筆したこれだっていうのが、まあないっていう言い方もできなくもないかなということなんで、まあこの位置にさせてもらってます。で、桐蔭学園に関東大会で勝った琉球大柏はですね、まあ一言で言ったら、圧倒的に戦力としては充実しているはずなのに、県大会の準決勝で1トライと決勝で2トライ奪われてる、やっぱディフェンスがちょっと気になるっていうことで、国土地とか桐蔭よりもちょっと下に、位置づけさせていただいております。で、目黒学院は大阪桐蔭とちょっと似ててですね、同じ関東内の上位4つと比べると、フォワードはもちろん十分なんですが、バックスが同点を加味してこの位置にということですね。で、面白いですよね。やっぱり、地方でまだまだなかなか上位校に行けないノーシード校って、大体結構いいバックスがいて、いいフォワードが、じゃなくて、フォワードで体格で負けるっていうチームって多分たくさんあるじゃないですか。
だけど、やっぱこの上位校同士の戦いになってくると、まあみんな大きいフォワードを揃えてはくるんだけど、やっぱりそれだけでも勝てない。やっぱりその優秀なランナーがバックスにいないと勝てないっていうことを、が、なんかこれ、ここ数回の全部の動画を見て僕自身も感じていることです。ラグビーはフォワードだって言うんだけど、やっぱりフォワードを、ちゃんと、もちろん鍛えるんだけれども、ここら辺クラスの戦いになってくると、やっぱバックスっていうのも相当重要になってくるっていうのも、目黒学院とか大阪桐蔭がどう戦っていくのかなと思います。大分舞鶴とかですね。そこを楽しみに したいなと思います。で、他に、その他雑感としてですね。やっぱり、まあ、この赤線で書いたんですけど、例年比べてジャイキリットシード食い候補が多いんじゃないかなっていうのが僕らの結論でございます。強力バックローとエーススタンドバー、ホラウ選手、本当に素晴らしい選手みたいですが、過去最強の札幌山手、あと、やっぱり高校生だから関係あると思います。佐藤美希夫監督のラストイヤーということの札幌山手。で、フルバック、フィリモネをはじめ、バックスに爆発力のある高タレントを揃えた青森山田、まあ、どんどん強くなってますからね。で、練習試合ながらも、目黒に勝利した、フォワード平均体重96キロ、6キロ超える攻撃型の仙台育英、怪物ナンバー8のラリー率いる倉敷、などですね、ちょっとですね、大物食いっていうか、シード校食いが期待できる一年の花園なんじゃないでしょうか。で、僕らは、ちょっと、こうやって分析させていただいた中で、例年の、ここ数年の顔である、常翔学園と京都成章はですね、ちょっと、例年に比べて厳しい戦いになるんじゃないかなって予想させていただいてます。でもそこはもう、花園常連校、奮起に期待ということで、冷静に、忖度なくですね、三浦とその周りの方で分析させていただきました。何かの参考になれば、幸いです。もう一回見るとこうですね。ちょっと小結び以下の説明は、また各動画で説明をもちろん全チームやってるんで、楽しみにしてみてください。ということで、忙しい方のための、2021花園の楽しみ方っていうダイジェスト版番付編ということで、お届けさせていただきました。それでは、参りましょう。お付き合いいただきありがとうございました。レッツ、ラグビー。あれ、ここか。ラグビー。